真実を見抜く。それが私の役目。諸葛亮は亡き劉備の志を果たすため北伐を敢行。だが芝居の迎撃に遭い、攻めきれぬまま五条原に没する。後を託された姜維も当面は国内の安定に努めるほかなかった。一方、蜀と連携し魏に攻勢をかけた呉も似た状況にある。度重なる戦に兵も民も疲れ果て、国力回復には時間を要した。五色の魏侵攻が失敗に終わった今、魏に攻め寄せる敵はない。だが魏はこの機に片付けておかねばならない敵を抱えていた。いきなり全部兄上に任せるだなんて。もしかして父上、ここまで来て全部面倒くさくなったとか。大元気、魏の重臣王宿の娘で政治軍事の知識に精通した才媛である。それゆえ芝居からは芝将のお目付け役を任せられていた。時は三国鼎立の時代、両党の公孫衍が魏に対して反乱を起こす。討伐を命じられた芝居はこの芝氏を指揮官に任命した。だがその弟である芝将はただぼやくばかり。大元気の出番が早速訪れた。はあ、なんだよ元気。出会い頭にため息なんて。疲れてるのか。四条殿、あなたは分かっていて見当違いな軽口を言う。いちいち指摘するのも面倒になったの。ああ悪かったよ元気。けどよ、みんな頑張って働きすぎなんだよな。先帝も父上も兄上も職も公孫衍も自ら進んで戦を起こす必要はないだろうに。確かにな。どこもお前のようにのんきな大将をいただいていたならこんな乱世に陥ってはいないだろう。お、カジュ、お前最近どこ行ってたんだ。洛陽じゃ見かけなかったが。少しだが、それもあらかた終わった。公孫衍の討伐には俺も出よう。それより気をつけろ四条。五条原の前は芝居殿の起点でやり過ごしたが、芝居一族を厭う声は確実に存在し続けている。同時に総一族より俺たちを当てにする声もな。このまま国が真っ二つなんてことになったら面倒極まりないぜ。そうならないために資源殿を支えないと。資源殿もきっと四条殿を頼みにしていると思う。そうか、兄上なら何でもそつなくこなすし、俺の助けなんかいらないだろう。またそんなことを。あなたが怠けていないかちゃんと見ているから。俺もできる限り手を貸してやる。
お前は感謝するだけでいい。二人ともありがとうね。高尊園はこちらの降伏勧告を断ったようね。自ら袋小路に飛び込むなんて愚かな人。ですがこれで奴を生かす理由はなくなりました。恩情を与えても後々の懸念材料になるのならここで根を絶った方が義にとって良いでしょう。まあそれがあなたのやり方なの？旦那様よりはっきりしているのね。一体誰に似たのかしら。兄上、高尊園が出した救援要請を呉が飲んだらしい。呉軍は兵を二手に分けて進軍中。こちらの背後を狙うつもりなんですかね。厄介なことになってきました。案ずるな将。確かに呉は厄介だが、相互に密な連携が取れているわけでもないだろう。相手の出方次第では逆に利用できるかもしれん。冷静に対処すればいい。さすが兄上。兄上の記念すべき第一歩を勝利で飾るべく俺も頑張りますよ。シオ、お前の手腕とくと見せてもらう。くれぐれも無様な姿を晒すなよ。敵は城兵城にあり。速やかに高尊園を撃ち乱を鎮めるのだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入用で。またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。
きましょう。敵軍を蹴散らし、策をなすのです。船からの援護射撃が敵に届いています。これなら有利な状況で戦えますね。退けたか。別動隊との攻撃を計画していたようだな。ならばその策利用させてもらおう。王と連絡を取り敵に合図を送らねばな。みんな行くぞ。守りが薄い海側から突入だ。何？義軍が西から。奴ら船を使って上陸したのか。
お見事、見せつけてくれますな。こ
この地の守りを崩されるとは。ディクソン殿、任を果たせず申し訳ない。上出来ね。元気、お前強いよな。まったく激しい抵抗だったぜ。するもんじゃないな。敵の足場を崩し、戦意を損。いくら攻めても無駄だ。炎王様のもとへは進みません。守りは我らが受け取る。決して何者にも抜かせはせぬぞ。崩したぞ。さあ、傭兵目立って進軍だ。
押し置きよ。耐えられる。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。ここは私たちのものね。ここは私たちのものね。敵の兵を待つのだ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。
これで最後にしたいものだ。高尊園の一族は皆処刑せよ。洛陽にいる高尊園の兄も逃すな。兄上、何もそこまでしなくても。洛陽の高尊公は高尊園が乱を起こすと見越して征伐軍を起こすよう前々から進言してたわけですし。いや、勝利、今はその気がなくとも、血が残れば一族が罰せられた恨みも必ず残る。反乱の温床はこの木に潰しておくべきだ。そんなもんですかね。シーヨ、随分と苛烈だな。采配をお前に任せると言った以上、口出しはせん。だが理にかなっていたとしても、あまりに非情な処遇は新たな火種を生むぞ。兄上、父上だってそう言うんです。少し考え直しては。確かに父上のおっしゃる通りですが、その火種すらも根絶する姿勢を見せれば、最終的に反発は起こらなくなるでしょう。この乱世を終わらせるには時に過激さも必要。父上がお仕えした先帝宗妃殿もそのように進められていたのでは。旦那様、一度は資源に任せるとおっしゃったのに、結局口を出されて。資源は資源で頑固なのだから、どうして我が家の男たちはこう。まあまあ母上、その辺で。同じというか、よかろう。お前のやり方
最後まで貫いてみせよ。父上、兄上、ご加盟は果たしたことですし、そろそろ楽陽に帰りましょうよ。シバイ殿、高尊園の討伐ご苦労だったな。なんと皇太子の双方殿はまだお若い。うん、今こそ。なんだと。諸が漢中から兵を下げたのは、より兵端を維持しやすい場へ移動しただけのこと。なんと言われようと、こたびの諸討伐には貴殿以外の賛同が得られている。父上。大将軍曹操殿。いや、実績って。あのボングにそこまでの展望はなかろう。奴が戦にこだわるのは、きっと曹操殿の養子であったカーン殿やその取り巻きにそそのかされたのね。以前はもっと素直な方だったもの。しかし父上、このまま攻めれば諸と対するのは高青山になります。彼の地は傭兵が難しい。兄上の懸念はもっともです。私とてこんな馬鹿らしい戦には参加したくない。しばし殿、それで。恐れながら。懸念だと。現在我が軍の兵力は絶、漢中周辺はアイロが多く。いや、それはさすがに無茶ですよ。よいか、これは宗家たる宗一族の戦、圧倒的な兵力で敵を押し潰す堂々とした戦でなければならんのだ。私は自ら前線の部隊を率いて一気に漢中を落としてくれよう。つまり特に策はなく、まっすぐ兵を行軍させると。まったくだが、行くぞ。勝てぬ戦であったとしても。私にかかれば諸君など敵ではない。手始めに漢中を落としてやろう。この拠点はいただきだ。
まさかここに食軍が。人が困りそうとはまさにこれよ。カカイ、敵込んでないか。俺が来たんだ。安心してくれよ。耐えられる。防御体制を取るのだ。元気、お前お仕置きよ。
潰しちまうか。お前らついてこい。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。私たちのものね。潰しちまうか。お前らついてこい。よし、直ちに守備配置に行って来たる戦闘に備えるのだ。
いる限りここは通しません。食の底力お見せしましょう。元気お前我が防衛線を突破されるとは。上出来ね。さすが堂々たる戦軍。潰しちまうか。お前らついてこい。目障
わりなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。中へはたどり着かせるぞ。ここは我が命に代えても守り抜く。無理か。艦中に敵が達するのは避けたかったが。上出来ね。私では到底及ばぬお働きです。ついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。
俺の名は馬体、会えて嬉しいよ。お仕置きよ。耐えられる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。お前強いよな。私たちで守るぞ。よし、我らは漢中の援護に向かう。いや、進め。耐えられる。しましょう。やあ！
局を左右し得る。私たちで守るぞ。とか艦中まで進軍できた。兵たちが弱音を吐こうと休ませるな。大将軍、加えて、はい。黙れ。いいえ。そうそうだな。
全軍に撤退を命ず。口添えありがとうございます、花光源殿。助かりました。芝生殿、苦労をかけて申し訳ない。わかっていますよ。それも致し方ない。こたびの戦も宗妃殿や宗英殿が傷、宗家に近い真には花光源殿や花光派のような曹操殿らが、ここは私たちのものね。揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。父上、そのために先帝の代に貯めた財が費やされごし危険って、兄上まさか。曹操を除き我らが実権を握るということか。その手は諸刃の剣と知ってのことだろうな。曹操が国を内側から害するものであるのは事実だ。曹操を廃すならば。兄上、元より覚悟の上です。先日の高青山の結果に誘発され、その前に国を弱らせる病を速やかに除かねばなりません。旦那様、大将軍は狩りにお出かけになっているとか。うん、芝氏殿らが兵を率いて城に向かったと。おお、曹操殿は。蜀が魏へ攻め込む気配を見せ、このような状態で蜀。皆承知した。私の命。自分は芝居殿に見出された。おのおの賢明な判断だ。
皆よく集まってくれた。大将軍曹操は今。兄上。将。これは。わかりました。よし。速やかに洛陽を制圧せよ。その後、壁外の曹操を討つのだ。帝の暗殺を企む人の情報をつかみました。捕獲すれば。探しの人物。そこを落ち着く。まさか計画がバレたのか。捕まってたまるものか。事の真実を皆に知らしめられた。これも予想以上の大鳥にもおかげかも。敵将討ち取った。上出来ね。元気だの。なんて素晴らしいの。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。元気。お前強いよな。武器庫を狙ってきたか。ここは誰にも渡さんぞ。追いかけよ。大関者を追い返してやれ。耐えられる。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。
芝居に制圧された模様です。何、すでに矢が足りぬというに、武器庫を奪われては補修もできぬわ。これ以上芝居の隙にはさせませぬ。私が出向き必ずや仕留めてみせましょう。耐えられる。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。耐えられる。急に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。耐えられる。Come on.
この私が押し切られるというのか。こんなもの全部耐えられる。敵将討ち取った。元気、お前強いよな。俺逆賊どもめ、貴様などに敗れようとは。球場はこのしばしが制圧した。無駄な抵抗はやめよ。元気だな。なんて素晴らしいの。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。伝令、カーン様、テイヒツ様が敗走しました。ラクヨ球場が芝居の手に落ちた模様です。私の城が、おい、これ以上好き勝手させるな。曹操様のためラクヨを取り戻すのだ。さあ行くぞ。私も衰えたものよ。この門は曹操様がお通りになるもの。反逆者には渡さん。耐えられる。よし、ここで防御体制を取るのだ。反乱か、急いで守りを固めるんだ。耐えられる。耐えられる。元気だな。なんて素晴らしいの。
息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。元気、お前強いよな。インダイモク殿が敗走しました。一部の門および詰め所が封鎖された模様です。耐えられる。回り込まねば泣くように入れぬではないか。おのれ、余計な手間をかけさせよって。曹操様、ご安心を。すぐさま芝居らを討ち取ってまいります。よし、ここで防御体制を取るのだ。おい、曹操様と長藤様との差聞いたか。帝を亡き者にしようとしてたって。なんか雲行きが怪しくなってきたよな。しばらく味方した方が良さそうだ。芝居ね、私のおらぬ間に。これは葬儀に対する反逆、許してはならぬ。真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。敵将討ち取った。耐えられる。元気、強いよな。この葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹丕殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か。長きにわたり使い、その隆盛に力を尽くしてきた。それは貴様のようなバカが乱し、食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。己、この三奪者どもめ。もはやそれ以外に手はないのやもの。
なんだって。いや、それで楽陽に大きな混乱がないってことは。それだけではありません。花光源殿が、この木に宗家と近い。これはいよいよやばいな。殿、今後は花光源殿に代わり私が諸区政党の指揮を取ることになりました。ああ聞いてるよ。花光源殿のことは残念です。どうか花光派殿は私と共に先行を立て、しばし殿たちの信を得られますよう。いや、そう簡単じゃないって。曹操殿の咎で花光源殿まで類が及んだんだ。そのうち俺の番だって。あと何人くらいだ。1人、2人、3人。まいったな。まさか戦場の外で命の心配することになるなんて。そういや、どこが職の長妃の嫁になったって言ってたっけ。いや、それ頼るってのもなんだかな。大体職は父さんの仇だってのに。とはいえ他に当てもないしな。考えててもしょうがない。ダメでもともと職に行ってみるか。職に亡命したぞ。しばし殿は曹操のいとこ花光源を処分した。それを見た花光派は次は自分の番だと思ったんだろう。兄上はやりすぎたのか。そうね、悲しいけれど。くっ、甘いな。しばし殿は当然の対応をしているぞ。曹操の件で目は出る前に潰しておくべきだ。それじゃ権力で押さえつけてた曹操と同じだろう。いや違う。しばし殿は曹操など問題にならぬほど有能だ。だからこそ資源殿のことを快く思っていない者は少なからずいる。だがそれは現時点でのこと。しばし殿の進化に周囲が気づくのはこれからだ。ためらうな。それを言われるときついな。俺ももう少ししっかりしないとダメってことか。分かったなら行動で示して。これからのことを資源殿と相談しなくては。曹操を討ったことで快く思わぬ者も当然出てくる。紹介殿。お前ふん。まずはそういった輩を黙らせる。シオ、今の段階ではお前はまだ曹操から地位を奪い成り変わったに過ぎん。その上でお前の理想である曹坊殿の擁立、皆が理解し納得できる形にできるのか。無論です。ならばもう何も言うまい。は
兄上は双方殿を廃し、双方殿を擁立した。そんな兄上のことを董卓と重ねている者もいます。俺としては全力で否定したいですが、どうしたらいいと思います？長、私に嫌味の一つも言うようになったか。双方の下では私のやり方は貫けぬ、ゆえに新たな帝を立てたまでだ。言いたい奴には言わせておけということですか？申し上げます、五の尊権が死亡した模様。将、これは五を切り崩す好機だぞ。すぐに五へ進行する準備をせよ。私も急に帝にお伺いを立てる。わかりました。この五討伐で兄上の本当の意味での評価が決まる。俺のできることは一体。状況を報告してくれ。はっ。五軍は皆盛況で、我が軍は苦戦を強いられております。孫権が死に弱っていると思っていたが、かえって五の将兵は奮起しているか。しばし様、申し上げます。戦線は完全に崩されたか。しばし殿、申し訳ございません。将兵一同奮戦するも力及ばず。ま、仕方ないさ。今回は向こうの先方の動きがすごすぎた。仕方ないですと？我々は兵や民の負担の上で戦をしているのです。それをあなたはそのように。将の言う通りか。諸葛隊よ、勝敗は戦の常、敗北を認めることも戦のうちだ。孫権を失えばもろかろうと踏んだが、将兵の気骨と粉塵、さすが孫悟と言うべきか。兄上、みんなを引かせますか？無駄に死なせたら、それこそ兵や民に悪いですし。席は全て私が負う。私の名で各軍に撤退を。俺から号令しますよ。敗戦の席ってのがあるなら、兄上と俺、二人で追いましょう。我が天命、未だその時ではないか。我が軍は五により分断された。合肥新城までの道、全力で切り開くぞ。味方がチリチリになっちまった。かき集めて撤退しないとな。
男は潰しちまうか。お前らついてこい。耐えられる。この地は包囲した。各軍それぞれの方角から攻め寄せよ。耐えられる。主軍と分断されてしまうとは。この苦境は私の力でどうにかせねば。そんなもの。耐えられる。優位に戦いを進めていたはずが、攻め急ぎすぎたか。引くしかあるまい。こんなもの覚悟することね。目障りなとこは潰しちまうか。お仕置きよ。しのいだか。合皮新城を目指し撤退する。上出来ね。強いよな。
立たせてもらった。悪あがきはやめて投降するんだな。無駄口を出したやつ消し去るため、もう少し戦力下がるぞ。お前強いよな。敗した兵たちが散り散りになっている。彼らを再編すればかなりの戦力になりそう。
ちはまだ。役目は果たせたみたい。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。被害を増やしたいのか？喜ぶべきか。敵将討ち取った。
元気。お前すごいよな。これで五軍は調子に乗って追撃してくるでしょうね。紹介殿、今はそこではあるまい。これを防がねば、こたびは義が危うい。我々の任務は孫悟の侵攻をいかに防ぐかだ。敗戦の割には味方の混乱は少ない。しばし殿が潔く敗戦の席を追ったのが功を奏した。資源殿は大丈夫でも、師匠殿と諸葛丹殿は。別にいいんじゃないですか。諸葛丹殿はしばし殿に心酔している。今もその名誉を回復しようと躍起になっているはずです。いずれにせよ、ここで持ちこたえねばどうしようもない。せいぜい生き残りをかけ、おのおの全力で任に当たるとしよう。やはり五軍は勢いに乗り、この合肥新城に進軍している模様です。防衛体制を再構築しましたが、先の戦いの傷は深く、勝てるかどうか。諸葛丹、弱気になるな。上に立つ者がそんな態度では全軍の士気に関わるぞ。はっ、この諸葛光球、兵卒と共に精一杯戦い抜きます。五軍がすぐそこまで来てますよ。石膏が敵の動きを察知しました。仕掛けてきたようです。兄上、号令をお願いします。我らはこの城を失うわけにはいかぬ。皆頼むぞ。新城に五軍の再臨が投降を申し出ております。疫病に苦しむ兵を諸葛閣は一個だにせん。もはやあの男にはついていけぬ。まさか再臨様は義に寝返る気か。このことを急ぎ諸葛閣様に知らせねば。耐えられる？
ければならぬのに。この兵には気の毒なことをした。しかしこれ以上諸葛閣のもとにはおられぬ。諸葛閣は兵を顧みず進軍している。このままでは疫病の蔓延を抑えられまい。役目は果たせたみたい。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。よし、ここで防御体制を取るのだ。壊れた城壁を狙われた一大事だ。急いで修復するぞ。城壁の修理などさせぬものか。老兵どもを蹴散らしてくれる。耐えられる。
しばし殿の策を受け止まっています。五軍に偽りの降伏文書を届けようと直ちに石庭に出立するつもりです。護衛をお願いしてもよろしいでしょうか。私たちで守るぞ。向かった。幸福とはやはり偽りか。肝を冷やした。急ぎ石庭へ向かわねば。耐えられる。怪しいな。お前のような奴を通すわけにはいかん。両家殿のおっしゃる通り、ここで討ち取っておくべき輩だな。局を左右し得る。私たちで守るぞ。投降で勝利し、勢いは今我らにある。この機にしばしを討ち取るのだ。太刀に乗じる敵の勢いは侮れん。我が天命が試されている。兵器を出せ。高台より二軍を打ち崩すのだ。
相徳より諸葛閣様に書状が届きました。魏軍は間もなく呉に降伏する。書状にはそう書かれております。降伏だと？にわかが信用できない。攻めの手を入れろ。少し様子を見ろ。新城の城壁にはほころびがあるらしい。そこから侵入できるかもしれない。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。あれ、城壁が修理されている。これでは侵入は無理そうだ。我らは参道口より進行する。城内の義軍を総統戦。軍も注意を払わねばな。敵は貨幣と侮りすぎたか。だがここで負けるわけにはいかんのだ。まさかこの兵力差で敗れようとは。こんな気は底力か。皆よく苦難に耐え、この城を守り抜いた。お前たちの奮戦忘れはせぬ。新城は守り通した。地図を書き直さず済んだのは喜ばしい。喜ぶのはそこですか。おめでたい人ですね、あなた。諸葛さん様、俺たち勝ったんですね。ああ、これもしばし殿の采配と皆の働きのおかげだ。本当によかった。もうダメかと。泣くな。これからもしばし殿についていけばいい。あのお方は天命をお持ちなのだから。兄上はみんなの英雄ですね。諸葛丹め、大げさなことを言う。でもこれで兄上の実力は天下に知れ渡りました。道は開けたんじゃないですか。それこそ我が天命に聞いた方がよかろう。
撃退することで先の敗戦は帳消しとなった。今周囲はしばし殿への称賛で溢れている。いやーよかった、兄上もこれでやりたいことができるだろう。師匠殿、本当にそう思っているの？まあそう言うなよ元気。兄上の道が開けたのは事実だろ。もう俺がいてもいなくても。師匠、笑えない冗談はそこまでにしろ。しばし殿の勝利は芝一族の台頭を確かなものにした。お前は嫌おうなく表舞台に引きずり出される。覚悟するんだな。めんどくせえ。まずはその口癖から直してもらわないと。四条殿の振る舞いは注目の的になるのだから。元気まで二人とも勘弁してくれ。味方将兵の士気は天をもつかんばかりです。ここで職を破り天下の趨勢を決める。将、頼んだぞ。はい、任せてください。しばし殿、この諸葛公宮にもお言葉をいただきたく。うん、合皮新城以上の活躍を期待している。はっ。諸葛丹、軍勢の様子を見たい。案内してくれ。はっ、どうぞこちらへ。諸葛丹、大丈夫か？兄上への心酔も過ぎれば、それはただの犬だ。ま、兄上にとっては忠実な部下だ。俺がとやかく言う必要はないか。この信仰を指揮する脅威を討ち取る。無謀な戦を繰り返す愚かさを教えてやるのだ。